お疲れ様です。今日はですね、こちら超高回転オールブレイカーやっていきます。はい、テンプレのマイティがね、アイスピンに進化したデッキなんですけど、これアイスピンになることによって、まあ、なんだろう、弱点のホグとか、まあ、あとロイとかにも、まあロイとかにはもともと勝ちやすいんですけど、まあ、アイスピンになって回転速くなっただけで、だからもう弱点消えたみたいな、すべてに勝てるやんみたいな、なんかもうぶっ壊れ構成になってます。はい、だからもうネタ抜きでやばいっすね。なんかもうここでね、ロケコ出しまくっとけ勝てるやんみたいな、はい、ロケコ最強ゲーがちょっと生まれてるんでやっていこうと思います。さあてなわけでアイスピがねほんま優秀ですね。アイスピ優秀だしロケコ強すぎるしみたいなデッキで、積極的にまあキング起動されない程度にロケコは出していきたいかな。まあ一旦ラバ来たんでね、はい、合わせてこれに矢の雨使われても2周目のロケコをね、あとどうすんねってなるんで。さあそうですね、でこれで攻めながら回しながら、はい、これでもうロケコ回ったんで、このロケコがね相手からしたらもうどうにもできないです。矢の雨使ってるんで、さあそこにはねファイボー相手を打っていくと言ったところで、まあこんな感じで秒でロケコ困ります。今回でヤファイバなんで、まあコウモリが普通に強そうって感じかな、まあ、ゴブリンも強そうですね。まあバラーンとか来たらね守れんのってなっちゃうんですけど、まあ守れるかわかんないんですけどね、気持ちで守りたいよね。あとはガンガン攻めていきながらの両サイ振ってね、いや最強ロケコタイム来た。これなんか射抜いちゃいたい自分もいるんですけど、ダメージさやばいんだよな。こいつで最後2000ダメとかひっくり返せちゃうんで、あしかもこれ卵に打てる。でこれもったいないんで単品はちょっといって、えこれさ矢の雨使う、いやもうこれだけでえぐい。パチ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 。さあでこのラバハンドじゃ守れんのってなっちゃうじゃないですか。まだ今矢の雨使ったんで、まあ、スケドラとかでね、いやー来ると思いきやインドラー、このもうボコボコですね、ボコボコサイクルで、ディガーがもしロックに来たらアイスピゴブリンで延命します。さあもうちょっとこう追ってほしかったねみたいな。でインドラだけねさすがに危ないんでね、ちょっと気をつけながらの、さあ攻める。でこれウォールブレーカーで逆もなんかちらつかせて、さあロケコでまた削っていく。なんかもうロケ倒しずるじゃねみたいなちょっとあるんですけど、さあでゴブリンで攻めて、いやーもうこれやら見つかった。まあここにファイボの可能性があるね。そしたらねロケット士最強ですね。これ使わない、いやーまあここねロケコさすがにここにはファイボが来そう即ね。いやでもコウモリが気づいたらね相手のタワーボコボコにしてるんですよね。はい、でこれゴブリンで攻めます。ディガーゴブリンで攻めながらウォールブレイカーで削って、まだこれロケット押し無双わかんないですけど、間の呪文のねサイクルわかんないんですけど、まあ、気づいたらもうみたいなね。いや回転早すぎて相手がなんかいくら呪文持ってようが追いつけないっていう、その仕組みがやばい。そうしかもロケコは3回に1回限界突破するんで、そこはねもう5以上の呪文じゃないと解けないっていう、なんかもうほんと壊れですね。極め種ものが使うとマジで勝てない、やばいね強すぎて。なんで今世界上位でねすげえ流行ってんすよね。さあまたラバっぽいプロフィールはしてるけどね、いくら呪文積まれようがみたいなとかある。今ホグ来られるとちょっと施設ないんでやめてほしいかなっていう。世界一かわいそうなゴブリン。さあロイかな、こうなるとね。ロイも結局アイスピが強い。おー珍しいというか文句ですね今回は。まあそんな多いわけではないカード、ゴースト文句。あーマザネクとかいないでほしいなと思いながらコウモリでしょ、いたら仕方ないっす。さあロケコアイスピだけで止まりそう。これ金起動したいですね。あーまあ相手もしてきますね。あミスってる、俺はミスんねえけどね。オーケー、いやもうこれだけで強い。さあまあウォールブレーカーで攻めながら、まあ、キン起動したんでここから防衛がすごい楽になるんで、正直まあ
雑に攻めていってもなんとかなりそう。まだ相手のデッキはちょっと分かってないっていうのがあるんですけど、こういうのにねちょっとコウモリつけたり、はいはい、あードリルだったのね。なるほど。いやでもだいぶいい雪してる。さあでこれはもう近畿度相手したいだろうからコウモリでいって近畿度してもいいけど、ダメージ俺だいぶ稼がしてもらうよっていう。いやー結構勇気されましたね。ゴーストちょっと右サイド嫌なんで歩いてもらって、あーギャングなんか嫌だな。さあでも、まあ、負け筋は、まあ、ドリルが入るというよりかはマジロー結構パチパチゲーだと思うんですね。まあお互い様かな。いやーそう、まあ、あれが入るかどうかみたいなとこあるんで。さああれだけね、これね逆も入っちゃうんですよね。これゴースト来るんで100。いやそっち、いやでもいい、いやもうこれだけで強い。でこのそのロケコはまあできる限り延命してあげると最強ですよ。はい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 、まあ反射とか使わなきゃね。あやばい待って、絶対自分に帰る。あーですよねそりゃそう、まあみたいなね。いやマジ結局はロケコゲーなんで、このロケコをいかに活かせるか、みたいなね。はい、もういけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどんどん。さあウッドが今回の相手はないのかな。あやべ、俺の思ったのと違う方に来た。やめてー、このロケコの拡散が痛いんですよ。てか相手さもう打っときないから、もうオールブレイクがロケコで勝てることが判明したっす。あれは確実にしばく、しばいてほしいけどうちの方がしばかれると。でもロケコが強いんですよね。これがまただいぶ、あーそっち行く、そっち行くの嫌だけど、これも無視されるの嫌なんで気持ち程度、アイスピだけマジ気持ち程度だな。もっと惜しかったけど、いやこれで左あんに削ってたのが同じぐらいにいっちゃう。待って、何もいなくなってる。やばいやばいマジ、えガチでやばい、意味わかんねえもんな今の普通に。さあミスってる、ミスしたなら今回俺のターンでいい。さあ文句反射してくる。いやだから普通にウッドないから、あの冷静にディガーオールブレイクウッドしていけば、まあ、負けないっていう事実があるんですよ。これ攻め打つします。ギャングきます。天才読みで終わりです。にゃーい。さあ、まあ、ロケコね、まあ俺のも強いんですけど相手のロケコもマジ強いんで一瞬で削られちゃうんでね、ほんま怖いっすよね。ヒヤヒヤしちゃう。一発でねこいつだけで逆転できます。いや限界突破ロケコね夢あります。ほんまに強い、強すぎて初形初っ端ギャンブルしようかな。ギガーオールブレイカー、ああいうのかぶるね。さあよ、まさかのペッカ工場、ペッカマジでいないと思うよ。だってロケコにしばかれるんで、ゴブリンロケコに、ね、いやペッカだったらほんまに珍しいですけど、いやーやっぱロケコなんですよねほんまにロケコで。さあ近畿道していく、このロケコね一番大事ですからね、クラロワで。さあまあオールブレーカーで攻めて、いや2発あるの美味しい。ロイがちょっと削れる、でまたロケコですね。でここにヤナム打たれても爆速で回す、かつゴブコウモリ生きてくるんで、まあ LSP とかあるとね嫌なんで LSP を引く用の。さあここボム使わなくても抑えれそうなので節約したんですけど、一発入っちゃうってやつですよね。いやロイジャイにゴーストいうの入ってんだけど、どういうこと？
新しすぎんか。さあでもウォールブレイカーは逆サイだからセパりたいんですけどね、レベル14なんでこの子届かないっていうかわいそうな現実だから一発しか入んない。あれなんで。さあロケコは意外とコウモリに弱い。さあこれちょっと嫌な感じですけど、アイスピがねものすごい優秀です。いやーちょっと入っちゃうけど一発だけね。いやー2発か、ちょっと痛い。まあまあ逆に2発だけで抑えれたと考えると、で次これファイバーも使ってるんでちょっと狙いたい。たるか。いやでもこのタイミングのリガーによって一発、いやー入りそうで入らない。いやーこのロキコね鬼延命したい、鬼延命したい。何があっても生かしたい、何があっても生かしたい。ファイブを、まあファイブを使ったんでね、一旦このロキコで生きていきます。さあでここはタルがあるサイクルなんでウォールブレイクじゃなくてコウモリで攻めながらの、ここでウォールブレイクでまたファイブを使ったらみたいな。エレキ強い、ちょっと待って、エレキマジ強い。さあのロキコをしばきたいで、タルなんでコウモリも強いし、あーまさかのバーバー初登場。いやボムがなんか残っていいね、これ共有できそうですね。近畿道もしてるんでね。さあでロキコの竹取れたらいいなみたいな思いながら全然タルで抑えられる。まあちょっとこっからはまたロキコ出して、まあどうせこれはファイバーでいかれちゃうんですけど仕方ない、ちょっともったいなさすぎたか。さあでもファイブ使われたんでここ絶対生きる。ウッドでノックバックしながらアイスピで固めて、あ待って、アイスピどっか行った、なんでドシンとなんかで行かれたんか。さあ陸受けないけどウォールブレイカーで無理やり陸受けして、気づけば俺のタワーが1400になってる。なんで気づけば追いつかれてる問題怖いっすよね。さあまあでも俺は追いつかないといけないんで追い越したいダメージ。このねエレキがマジで強いんですけど、実はこのディガーで決まってるんです。さあロック行かれる、これ本気で守ります。いや小物のね底力をね、いやーマジで、でもこれ守れるならみたいなとこあるよな。さあロケコが最強すぎる、ロケコが最強すぎる、こんにちは。いやーもうマジでロケコゲーなんですよ。え一生ねあ気持ちよくロケコで、うっ、いやーねえいやーねえですよ本当に。まあ、ロイも強いんですけどね、今の頂点はロケコかもっすね。いやーでもなんかもうロケコにね何もできない時はもう絶望ですよね本当に。呪文ないデッキとか今ねやっていけないっすね本当に。まあスケとかもいるしね一応、呪文マジマスト環境だな。うわーすげえデッキきた。さあこれはなんかゴブリンだと範囲でいかれちゃうんでこんな感じで雑に受けて、禁忌されるのはまあ仕方ないっすね。てかされなかったらラッキーすぎる。さあファルチェ意外と嫌かもしれない。てか相手のトロット高っ、8500やん。だから今ね世界で9000プレイヤーが4人ぐらいねいんのかな、まだ持ってるかもしれないんですけどみたいな話も聞いたので、よいしょ8000プレイヤー9000プレイヤーって言ったちゃんと。ヤナメめっちゃありそうだなこれ、こういうデッキ。そうっすよね、ヤナメがないわけがないみたいな顔してた。さあまあ
残した方が楽に戦えそうかな。でこれはもうなんかセパってセパっていうお散歩、はい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 、まあメガナイト金ギドできたら楽なんですけどね。えめっちゃ美味しいぞこれ、アホみたいになるやつで、陸系来たら延命します。あーてかこれ単品化するのマジ持ってーねー。いやでもえ本当に、いやー持ってーねーけど、いや火力化け物なんですよね今回の相手。もしかして何進化なしで超頑張ってるタイプかもしんない。いやそのパターンあるな、進化なしでやってんのやばいけど、レベル15もおらんし、ほんまに言ってる。いやさすがにさすがにそんなことある。さあロケコ一周目出す、あでももうなんかロケコに矢の網しかないんだよ。てかまあ矢の網があるけど矢の網しかないって感覚になるのもやばい。さあこれロケコ、うーんもっと働け。さあ矢の網も捨てる、捨てるしかないいやーこれやばいんだよ。いやー捨てたのミス何回。さあファルチェを小物でしばいていく。でこのロケコやばいよね、もうレーザー、はい破壊光線ダメージ入る、で延命する。でこれでもダクネモンファルチェも何来てもおしまいいやもう強すぎて、なんかもうロケコでタワーを落とせる時代になっちゃったっすよね。まあそのロケコが生きるのもやっぱディガーでユニット出させてとか、まあ、ホグでねコスト使わせてとかありますけど、そこが通んなくてもね結局このロケコが大ダメージ与えてくれてみたいな。さあロケコこんにちは、まあ、キングギドできたらねこれ相手エリゴリかわかんないけど防衛めっちゃ楽になりますから。さあで遅れてオールブレーカーまで行こう。柳雨がないサイクル、さあ2発美味しいね。でまたロケコいますからこれやばいよね。さあこんなんはもう無駄終わると思いたい。綺麗な柳雨だけ怖い。いやーロケコ強すぎる。柳雨使ったんでこの後の、はいもうはい行ってらっしゃい好きにしちゃって何でもいいよ暴れてちょうだい。でロケコ残ってるんで、いや折れるんじゃね。はい矢の雨レイジ、まあ進化の方はね矢の雨レイジでさすがに解けると思うんですけど、なんかいい感じにねコウモリゴブリン出してロケコ離したとこに置くと、まあ、リゴレを解かせるか解かせなくてもロケコは残るみたいなね、もう最強ですからそれだけで。当たり前に矢の雨と戦える時代。さあもうこれでアホみたいに行くじゃないですか。まあ矢の雨回んないんで、あ回ったか、回ってくれたら回ってくれたらいいんですよ。回んなかったりまあ結構ダメージ入るじゃないですか。で回ったんですけど結局ねみたいなとかある。でトルネとかはないんで、いやもうこれやばくない、これだけでいい、謎のボムタワー温存。あーお前もやらなしで、そのあなたもいるよね。そうだよ、ね、俺だけ強いロケコ使えるわけじゃないもん。いや延命できるならしたいんだよね、延命できるなら、まあ、できなくても無理やりするみたいな。いやー強すぎで気づいたらもう一周回ってきちゃうよね、これやばい、もう絶望でしかない、絶対に突破できないよこれエリゴレこの方だと。さあで、まあ、気づけばもう一回ロケコせっかくなら出したいみたいなね、回転で、はい回る、これもうやらめないんでユニットのサイクル、はい気持ちいい。ロケ投資気づいたら30C、もうロケを 30C 進化確定1体出るでさ、もう7コスぐらいで使えるな。ロケコ30C7 コスで右2体左1体進化ロケコ出るみたいな、いやぶっ壊れか
やばいよ、やばいな、やばいな。さあ、わし。さあ、まあ、セパって。さあ、ロケコ。まあ、みんなロケコですよね、そりゃね。おお、メガナイトが珍しいね。まあ、キングキドは、正直このロケコでできるんで、俺がすべきことは、このインドラの事故だけ気をつけて、いやー、100点です。さすがに。いや、よく耐えた。メガナイト、インドロケコの柳雨ね。いや、マジ、柳雨の採用率がね、すげえ上がってる。まあ、ファイボもいるんですけどね。結局、進化ロケコに対して、嫌だと残っちゃうんだね。さあ、どうしよう。ディガープラスのオールブレーカーで、いや、やめとこうか。まあ、ロケコ一旦出すか。あー、バルーンの顔してますね、これはね。ランバーってもうバルーンぐらいにしか入らないですからね。さあ、キング移動してるんで、オールブレーカー、どんぐらい入るんだろうと思ったけど。やめて。え、一発入っちゃう。ギャングランバー、やなめ。いや、バルーンあるとまずちょっと嫌なんですけどね。これボールブレーカーさ、ユニットで対応してほしい。うい、あー気持ちいい。しかも延命できるのやばいね、これ。これやばいよ、相手からしたら。レイジプラスの柳みたいなね。これ柳もどうしても使わせる。はい、逆サイオールブレーカーとか行きたいんですけどね。行っても多分そんな刺さんないのかなと思いながら、お、なんか気づいたらどっか行きそう、あのロック。いやー、なんかやばい、あのロックやばい、いてぇ。痛すぎる。あ、ロッキーが橋場マジアチ感覚になってる。やばいかな、やりすぎ。いや、でもこれで柳使う。まあさ、バルーンあるけど、これはなんか簡単に守れそう。なぜなら最強がいる。さあ、パチパチでロケコがやられないけど、なんかいろいろいなくなってる。よいしょ、一発。いや、やっぱ強いな。まあ、強いしね、ちょっと楽しいしね、可愛いしね。ロケがあれば最後の最後の逆転もできますから、こいつだけで全てが完結。まあ、クラロはね、よくありますからね。そのぶっ壊れカードの特徴は、そのカードだけで攻めも成り立つし、防衛も成り立つっていう、そいつがいれば何でもできる。それがね、ぶっ壊れの特徴でよくあるんですけど、ほんと今のロケがそれっすね。いやー、これキング起動したいんですけど、いて。いや、ただ俺がかすり傷を負っただけ。しかもなんなら俺がキング起動する。いやー、これゴブリン、うっ、ランバージャック。いや、ちょっと人気が出てきてますね、君。やっぱランバープラスの、まあ特にロイか、今だとね、強い。だったらまあレイジがね、コウモリ処理もできるし、なんかランバーが地味に増えてるよね。まあ削っちゃおうかな、トリト。いやー、世界一ね、雑にロケット押し使っていきます。いやー、まあでもこれだけで強いよね、うっとりしばける。これ金魚してねえのか、まあ、しといた方が、まあ、一応楽にはなるかな。今最強います。さあ、ディガで削りながら最強います。最強使う必要あるのかって話ですけど、まあ、ゴブリンでもいいけど、いや、ゴブリンの方が良かったな絶対。ああ、痛い、一発が強い。いや、来た化け物、可愛いのにね、化け物とか言ってごめんね。
これ左のタワーに入っちゃうっすね、この位置もしかしたら。あーやば。いた。さあけど、え、あのスケにさこれ使うのやばいかな。やばいとかないよ。よいしょ、はい、見したい。あ、ま、あのピンチっす普通に。まあけどけどね、高回転ですよ、うちはっていう話ね。あー、まだちょっとなんか流れ嫌ですよね。あ、なんかそれだけです。素敵。さあロケコ最強。いやー、この拡散がやばいよね。いやー、何でも止まるね。何でも止まるね。しかも守ってるだけでなんか気づいたら何か押してるみたいなね。いやー、さすがに。いやー、もうこれでパチパチ今届いてんのやばいよな、普通に。いや、これもやばいんだよ。お前だね、お前のことやで、ね。いやこれさ、もうやりすぎ、一生これしとる人になるけど大丈夫かな。あ、まあさすがにね、あんたやりすぎだよっていう怒られ。いやー、でもね、突破されないですからね。とか調子乗ってると攻めすぎたな、恩恵が来るんだよ、悪い方の、ね、よいしょ、まあ、今ウォルグレイが出してないですからね。もうロケコで攻めてるから。ああ、これやばいから、さすがに、さすがにちょっとね、いや関係ねえか、ちょっと低めに出しちゃったな、ビビってた。延命したい、本気の延命だけガチ。ロケコ延命に命かける、こいつ言えば全てを守る。ああ、すごい。でそこに今ファイブ打ってもう2周目回ってね、で気づいた頃にはもう何もかも止まらない。さあ強すぎ。姉妹ロケコしてるだけなんだけどな、ちょっとおかしいですね。緊急火砲まだ来ます。